イドットの佐々木です、よろしくお願いします。スイドバイヘアスタイリストの中井です。今日はよろしくお願いします。アイドットスタイリストの新屋敷です。よろしくお願いします。スイドバイヘアスタイリストの田中です。よろしくお願いします。サンド S 店長ガベと申します。よろしくお願いします。ダコタエヴァンスの豊田翔一郎です。よろしくお願いします。マスクしてて、マスクヘアっていう方も出たぐらい、マスクをしてるで似合うヘアっていうのが出てきたかなと思って、うん、それは前髪作る人増えたかなという印象があります、ね、そう、なんか前髪作ってちょっと軽く見せたいだったりとか、あとはそのロングの人とか、あ、なんかバッサリ切る人も増えたなっていう、なんかマスクしてるから失敗しても隠せるとかっていう、まあ、ちょっとそういう、あ、そういう理由なんだっていう人も多いなっていう、だからショートとかにする人も案外このマスクで顔を隠せるからこそチャレンジしやすかったっていう年だったかなっていうのは感じましたね。僕はなんかそのコロナの影響ってスタイルに、まあ、結構私に大きく出てるかなっていう、まあ、前髪一つにしてもなんかこう重く作っちゃうと、まあ、顔が隠れてるので全体的に重たくなるなとか、ちょっと薄めに作ったり、あとは顔周りの印象も結構量感調整とかで、まあ、軽くして、あんまりこう横ったく見えないように作りしなきゃなっていう、マスクありきのヘアスタイルっていうのは確かに今回強く感じたなっていうのはありますね。ボブめっちゃ多かった。ボブめっちゃ多かった。ボブ多かったよね。なんか去年から流行り出してる気がする。あ、確かにそれ思いますね。なんか少女から伸ばしてません今。伸ばしてる。伸ばしてますよね。伸ばしてる。なんかサンドさんもなんか結構最近ボブ知られてないですか。ボブ美容師になってきましたね。一番にやってたから。やってた。なんか言ってたよね。俺はボブで行くって言ってた。ステイホームがこうあった時に、やっぱりみんな結構こうお家でこう自分の髪の毛にこう時間をかけられたりとか、こうセットする練習ができたりとか、うん、まあ、してたんで、なんかこうやっぱこうボブでもやっぱりこう巻いてみたりとかっていうのがこう結構こうできたり、こう普段できなかったけどケアできるようになったりとか、まあ、すごいこうそういうのをこう感じて、やっぱりそういう、こう発信をこうすればこうすごい反応が良かったなって。ボブの変化ですか。ちょっと変わってきてるな。変わってきてますよね。マジですか。変わってきてるかなと思います。どの辺が変わってきてますか。やっぱりインスタグラムがこう動き始める前までってやっぱりこうヘアホットペッパーのヘアカタログで見るこうボブっていうところしかやっぱこうなかったんで、そうすればやっぱりこう正面から見た写真だったりとか、こういう長さのこう設定っていうところでのこうボブがこうすごいこう重要だったんですけど、やっぱインスタグラムがこうでボブをこう上げる人がこう増えてくると、やっぱりこうシルエットで重たい感じとか軽い感じとかっていうところまでこうちょっと細分化されて、なんかこうどんどんこう変わって、ボブがインスタグラムがこうみんながやるようになって、どんどんこうなんていうんですか、磨かれているなっていう感じがする。確かにレングスはやっぱり、ショートからボブに、去年で移行したかなっていうのと、カラーに関しては、デザインカラーが、表面的なデザインから、やっぱりリモートとか増えたので、内側に隠せるようなデザインのものがすごく増えたなっていうのが感じます。会社に出勤しないっていう人が、すごい増えたんで、まあ、ハイトーンを楽しめる方が、増えたのかなっていうので、ハイトーンの需要も、すごく増えたかなと思います。でもライン足とかハイライトは結構もうあんまり見なくなった。あの上に出てくるようなデザイン、中に隠す系が、うん、そうですね。あ、確かにインナーカラーとかがやっぱ強い、ね、インナーとかがまた需要出てきてる。今をきれいにするっていうよりは一生きれいにするっていう形で、美髪を打ち出しさせていただいてるんですけど、最近サンネストリートメントとかが割と流行ってきてるとは思うんですけれども、うちはその先を、見越してて、今うちのカラー剤、まあ、カラー剤は普通なんですけれども、それにプラスアルファっていう形でちょっと美容液みたいなのを入れてるんですけど、そうすることによって、例えばその、まあ、カラーすると加算物質を使うから、それこそ頭皮ダメージにつながってしまうので、まあ、その除去剤とかちょっと美髪っていうものを、これから流行っていくんじゃないかなと思います。それは白髪予防にもなるし、抜け毛予防にもなるし、
そういう、まあ、今は3年トリートメントですけども、これからは単純に髪をきれいにするための行動っていうのが入ってくるのかなって思います。ケアっていうのは多分話題としては大きいんじゃないですか。やっぱいろんなメーカーがそのパーソナルシャンプーとかトリートメントとかをやっぱ出してるので、そのケアっていうのも今後のトレンドとしてはなんか大きいなっていうのは自分も感じますよ。最近シャンプー作るところ多いですよ。多いですね。シャンプーですね。結構ミディアムもそう結構来てるから、これって絶対巡り巡ってくるから、またショートに戻ってくるなって思ってます。うん、カラーってどうなんですか。あんまり正直僕とかはもうカラーをすごい押し出したことってあんまりないんですけど、インナーはでもまた来てるな、さっきも言ったんですけど、ただあの範囲でこう、はい、ちょっとこう変化つけたりとか、あのお土産だけとかフロントだけとかバックまでとかで、インナーの中でも、はい、部分で印象が変わってくるので、結構その辺で持ってくるデザインは変わるんですよ。あのいろいろ変わってきてるなと思います、ね。まあ、やっぱり顔周りだけっていう方が多いですね。それなら見えないように。隠せる、うん、そうですね、隠せるっていうのがやっぱり一つ、はい、隠せる頭、やっぱりそうなってくると結べるっていうところになってくるので、若干長めのボブも増えてきてるなっていうのは、みんなする人は、はい。色味とかって何かあるんですか。色味はやっぱり暖色に移行してきてるかなっていうのは、ね、グレージとか感触はあのもうちょっと飽きてきてる感じがあるので、まあ、美容師さんも多分そうなのかなって、こっち側も飽きてるっていうのがあるので、提案する、幅がちょっとこう暖色よりになってきてるのかなっていうのは感じます、ね。こっちからカウンセリングに見せるときは、まあ、あんまり自分の写真見せないで。自分ももっとデザインを楽しみたいっていうのと、やっぱり、美容師としての振り幅ももっと広げていかないとっていうのもあるので、例えばアシスタントが飽きちゃうので、確かにいつも同じもの見てるみたいな、同じレシピしか知らないってなっちゃうと、やっぱりあの成長にもあのその子のこうデザインの幅も広がらないので、半端です、半端です。あんまりだからインスタでっていうよりもあのピンタレストとか使ってカウンセリングはするようにしてます。いいですね。コロナでこうやっぱりこうバッサリボブにする人も増えたなってすごい思いますし、ショートから伸ばしてボブになった人もすごい多いなって、なんかこう多分伸ばして継続して伸ばしていく、なんかボブでとどまるって人ってそんなにめっちゃ多くないなってすごい思ってて、あ、いるんですけどね、ボブずっとオーナーしてる。ただこうそのままこうちょっと伸ばし目のそのボブに行って、そのままそこまで伸ばせたからちょっとミディアム行ってみてとか、それから伸ばすのきついからショートに戻ってとかな感じがすごいこうしてて、だからこう今僕がこう意識するのはしてるのは絶対にこう完全にボブを提案しないようにしてるんですよね。提案しないボブはあんま提案しないようにしてます。あの一応必殺技として残しているという感覚なんですけど、なんかこうまあ僕のお客様のこう多いのがバッサリ着るとかっていう人よりもボブがずっと長い人だったりとかっていうことがすごい、あの再来の方もすごい多いので、僕がボブ提案しちゃうのって面白くないなってすごい思ってるんで、ボブ可愛いの分かったからショート行ってみるとか、間だよボブってそうなんです、すごいそんな感じがして、すごい重要なポジション、まあ、洋服としてやっぱ秋はあるかなっていうのはあるので、なんかボブにしても伸ばしていってグループミディアムになるように、前スタイル切ったら顔周りちょっとダイレクトとか、だからちょっと変化つけていかないと、ずっと同じスタイルがいいっていう人って意外とそんなには中にはいますけど、そんなには多くないのかなっていう、なんか不思議な感覚かもかもしれない。ショートだけのプレイヤーからすると確かに割とショートでわりかしもうやっぱショートで言われたらもうずっとショートで、そう専門でやってる、まあ、ボブとかショートとかやってると、なんかそれ以外
言っちゃいけないのかな、オーラとか出てくる人とかたまにいますね、お客さんなんかこう、ショートに伸ばしてって、すごい久しぶりに来て、なんか結構伸びちゃったから、もう多田さんじゃダメなのかなと思ってとか言われて、なんか言っちゃダメなのかなみたいな、ショートにするときはなんか違うショート推しの人に行って、また伸びてきたら入ってきてとかっていうのも結構感じるんで、やっぱインスタから入る人ってやっぱもちろん他のインスタを見てるっていうのはあるんで、パンオフなんかうち全然いないんですよ。他の美容師ってどうなのかちょっと気になって、パンオフいやもううちは全然常内です。割とありますね。へえ。提案として絶対にカット以外は絶対提案するようにしてて、あのハイライトなりこうボーパーマなり、まあ、絶対こう提案するようにしてるんで、パーマは僕はいないですね。ああ。ゼロ。オンラインサロンとかオンラインがかなり充実してきてるので、まあ、ハイトーンに対しての苦手意識っていうのが美容師さんもかなりなくなってきてるなっていうのが、すごい感じるので、多分こっちからこう提案することも増えるのかなっていうのが、ブリーチ今までだとやっぱり苦手な人だとちょっとこうブリーチしたいって言ってきても、あのちょっとこうブリーチじゃなくてもできますよとかっていうところが、美容師さん側もブリーチしたい、してみたいっていう気持ちがすごい強くなってきてるのかなっていうのがあるので、多分ハイトーンは今年、来年あたりはすごく流行るんじゃないかなっていうのは、オンラインが充実してるからこそ、そういう感じます。はい。絶対増えます。あるとこはですか、白髪ぼかし。あ、白髪ぼかしはやってない。すごい多くなってるような気が。あ、でも白髪ね。結構聞きますよ。うん、話は聞くけどやってないっていうか。フォロワー数そんな多くなくても、お客さんはすごいみたいな。そうなの。それもすごい今、トヨさんの話聞いて思ったら、オンラインサロンの充実ってのが、あ確かに、ね、やっぱ大きくて、白髪ぼかしももちろんこうオンラインサロンでやってる美容師さんもいるので、なんか美容師側もやっぱすごい提案しやすいというか、間違いないな。あまあ、カラーの、こうなんていうんですか、幅がめっちゃ広がるような気がします、今年は。カラー比率って高いですね、お客さんで。だからほぼカットカラーでもいいですね。そうですね。そういうのって多分理解してる方って本当に少ないと思うんですよ。常に先輩は後輩を導いてないといけないしっていう、まあ、目が出る子もいればなかなか出ない子もいるんですけど、もともとはそんなおしゃれな感じっていうよりかは、うん